岡田実る10月31日から1991年1月14日は昭和時代の日本の電気工学者、工学博士。戦前から航空電子工学の研究に取り組み、戦後は日本電信電話校舎、電気通信研究所次長、工学院大学学長、運輸省航空事故調査委員会委員長を歴任した。愛知県名古屋市に生まれる。 1931年3月に東京帝国大学工学部電気工学科を卒業し、低新省の電気試験所に入所。航空無線の研究に従事し、日本の船舶無線高行援助方式の主流となった反転式回転無線標識を考案。また、後に米国で完成され、国際標準として全世界で利用されるようになる VOR と同一原理の 応札式無線標識を発明し、無線標識を中心とした航空機無線共同方式に関する一連の研究により1941年8月に東京帝国大学から工学博士号を授与された。しかし、同年12月の太平洋戦争開戦により、航空無線研究は中止を余儀なくされ、戦時中はレーダーなど与えられた軍事課題の研究に携わった。 戦争末期の1945年、試験所の疎開地の一つである、山梨支所の開設準備にあたり、5月に支所長に就任。終戦後の同年10月、新設の試験部長となり帰郷した。GHQ の勧告により1948年8月に試験所が分割され、電力部門が商工省の工業技術庁電気、試験所 通信部門が低新省の電気通信研究所となった際には、電気通信研究所に移り、引き続き試験部長を、翌年2月から試作部長を務めた。さらに、同年6月の電気通信省、遺憾、1952年の日本電信電話公社遺憾の後、1953年4月から、方式部長、1955年7月から、 研究所次長を務め、マイクロ波中継方式、同軸多重回線方式、クロスバー交換方式などの実用化を指導した。1957年8月、母校東京大学の教授に転じ、戦後日本の航空研究再開により、翌年4月に航空研究所が復活するに先立ち、新研究所設立の母体となる理工学研究所に勤務。 1964年4月には航空研究所の改組によって宇宙航空研究所勤務となった。航空無線研究の道に復帰した岡田は、ドップラーレーダーによる自動航法装置の研究、自動航空交通管制の研究、着陸用精密高度計の研究に取り組んだほか、大学院数物系研究科、後工学系研究科の担当となり、学生を指導。 教養学部、電気通信大学、工学院大学でも講師を務め、1968年3月に東京大学を定年退官した後は工学院大学教授となった。また大学紛争さなかの1970年6月には学長に就任し、学費値上げ反対闘争の難局に対処した。1974年5月、 運輸省航空事故調査委員会委員長就任の要請を引き受け、二期目に入ったばかりの学長職を辞任。翌6月から1980年2月まで委員長を務めた。このほか、運輸省航空審議会、科学技術庁電子技術審議会委員、電波広報研究会、電子通信学会副会長、航空振興財団顧問を歴任し、米国電気電子学会フェロー、 東京大学名誉教授となった。1991年1月14日、肺炎により、東京都世田谷区の病院で死去。ありがとうございます。